ストーマー走行車は、イギリスの企業である、アルビス PLC 社が開発した走行車である。アルビス PLC 社は現在、ベイシステムズランドアーマメンツの一部となっている。ストーマーは、FV101 スコーピオン系戦車、FV107 シミター、FV103 スパルタンなどのように、CVR 計画に基づいて開発された一連の、 車両の一つであり、基本的により大きく近代化された形式である。それまでの CVR の車種が片側5個の天輪を装備していたの対し、ストーマーの天輪は片側6個に増やされている。当初は輸出向けに開発されたが、後にイギリス陸軍も自走地対空ミサイルのプラットフォームとして採用した。大部分の原オアフフのように、 ストーマーは異なる戦場での任務を果たすために、いくつかの異なる形式で生産されている。米社が販売しているものは、25mm 砲を装備する、2人乗りの砲塔を搭載したものをはじめ、多種のコンビネーションからなる。形式には、対空型、工兵車両、回収車両、救急車、地雷不雪車、81mm、 または 120mm 迫撃砲を搭載車、指揮車両、下橋車両、補給車両などがある。追加装備には、防水キット、受動型暗視装置、空調システム、タイ NBC システムが含まれる。派生型は以下のようなものがある。シールダー地雷布設装置を搭載した、ストーマーマレーシア陸軍のストーマー 7.62mm、機銃2丁を備えた砲塔を持つ。 ありがとうございます。